ジョン・エミンジャーはアメリカ合衆国のプロレスラー。フロリダ州ニューポートリッチー出身。WWE 参加の FCW にラッキーキャノンのリングネームで所属していた。2008年 WWE とディベロップメント契約。7月に参加団体の FCW にてジョニープライムのリングネームでデビュー。主にタッグ戦線で活動するもパートナーは 特に決まっていなかった。2009年からシングルに転校し、中堅の一置として活躍。2010年、NXT のシーズン2に、ルーキーとして参加。リングネームを、ラッキーキャノンに変更し、マーク・ヘンリーをプロに迎え、第6位という結果に終わった。NXT シーズン2が終了してからは、FCW に戻った。2011年2月、ボーロトンドから、 FCW フロリダヘビー級王座をダッシュ。3月には NXT シーズン後に今まで NXT に参加し脱落したレスラーたちが再び NXT の頂点を目指すという名目で参戦することが決定。プロはタイソンキット。プロである吉達とホストのマリースとの間で三角関係ストーリーを繰り広げた。しかし月日放送の NXT で 脱落が決定。観客に負け惜しみを述べているところにマリースから平手打ちを食らうという演出がなされた。その後8月8日付で解雇が発表された。現在はリングネームを LC に変更し、インディー団体の風に参戦している。ありがとうございます。